やってればとやるってことだけどね、やってれば自然とどっかで接点持てるから、とにかく全てが直接的直接であれたい、自分に素直であれたい、自分を愛したいっていうことだけ信じてれば全部がつながると思ってる。さっき言ったこと一番直接的で、自分が何が欲しいかってことだけはっきり選びたいしね、あこれが今度はこれが欲しいとかね、何がしたいかとかいつも忘れないと、自分を満足、自分幸せになりたいのね、すごく幸せになりたいっていうことだけすごく大事に考えた。だから今欲しいものって言ったらそう、神様が新たなお金も持った、新たな名前も持った、来た時に一番大切なものを忘れてきたっていう気がしてきた自分が。そう、
Thank you.
この30年間をどのようにお考えになりますか。若い、いや一番勢い盛んな時を、そういう仕事に自分の全身を付けまただけが幸福だったと思います。心の中で思い続けていたということはどんなことでしょうか。任務を完遂以外にありません。You know?